はい、では B 自立教育健康癒しに関する幸せをお届けする第11回 FLTV ハピネスチャンネル、ただいまより始めさせていただきたいと思います。はい、私は MC の英語を友達にする専門家で幸せプロデューサーの島田美希と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、そして本日のテーマが自立になるんですけれども、でゲストにですね、なんとど真ん中に生きるど真ん中スクール代表の下鎌壮さんをお迎えしております。下鎌さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。ではですね、番組を始める前に最初にハピネスチャンネルの番組の趣旨と、それから皆様にお願いと、それから私の自己紹介を簡単にさせていただきたいと思いますので、お付き合いをください。では、画面の方を共有させていただきますね。これで出るかな、見えてますね。はい、ではですね、こちらのハピネスチャンネルなんですけれども、私が運営しますサロンド B というものがありまして、こちらのコンセプトが美、自立、教育、健康、癒し、幸福に関する幸せをお届けするというコンセプトでやっておりまして、こちらのハピネスチャンネルも同じくこちらのコンセプトで各専門家の方をですねお招きして対談して、皆様に幸せをお届けするということで配信をさせていただいております。そしてその3つのお願いがですね、皆さんにあるんですけれども、1つ目ですね、超いいねのハートマークの方をボンボン押していただけると私たちもテンションが上がりますので、ハートマークをじゃんじゃん押してください。お願いします。それから皆さんのコメントをお待ちしております。もうこちらのコメントが命になりますので、番組が盛り上がりますので、よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、3つ目、シェアをお願いします。ぜひですね、たくさんの方に下鎌壮さんをご紹介させていただきたいと思いますので、皆さんがシェアをしてくださればくださるほど、たくさんの方にですねこれが届くと思いますので、たくさんのシェアをよろしくお願いいたします。はい、それではじゃん、私の自己紹介を簡単にさせていただきます。私はですね、英語を友達にする専門家、幸せプロデューサーの島田美希と申します。先ほどのご紹介しましたサロンド B の代表をしております。それから、この8月にですね、ハピネスイングリッシュスクールというのを主催をしております。それから今やってます第2第4土曜日の5時からFLTV ハピネスチャンネルを放送しております。それからですね、出身長崎県の出身で、前はですね、高校で英語を教えたりとか、あと自分で英語教室を運営したりとかしていたんですけれども、昨年長女の進学とともに東京に出てきまして、いろいろ思いがありましてですね、授業を始めて今に至っているという、すごい簡単に紹介をさせていただきました。はい、ということでよろしくお願いいたします。もう早速今日はもうとにかく下鎌壮さんのお話をたくさん伺いたくてですね、もう本当に多分打ち合わせの時に思ったんですけど、これは1回では多分済まないなと思っていて、今日はもう触りでもっと深い話はちょっとまたアンコール登場をお願いするしかないかなって覚悟はしているんですけれども、ね、最初に下鎌さんとお会いしたのが今年1月に行われましたスター講師誕生の場だったんですよね。はい、で、私は観客としておりまして、そして下鎌壮さんファイナリストでですね登壇されまして、前でスピーチをね5分間されたんですけれども、私がそれを拝見していまして、もうすごくこう私のこう思いと本当にもうこれだってなんか同じ思いをすごく、こういう人が いたんだってなんかすごい衝撃だったんですよね。そうで私も全員にはなかなか声はかけられなかったんですけど、絶対ちょっと下鎌さんにはお声をかけたいと思って、そうなんです。それでご挨拶させていただいて、でね、お話ししたら、なんと出身が全く同じ長崎県の諫早市という、それでまたなんかびっくりしちゃって、なんかっていうことがまず最初だったんですけど、で、ね、少しお話をいろいろお聞かせしていただく中で、さらにやっぱりそれまでにど真ん中スクールを始められたきお話ししてて、もう本当に感動しまして、これはもう皆さんに紹介したいっていうことで、もう満を持して、
をされますか、ね、さっきのやつですかね。はい。ですね、じゃあ、これね、かな、はい。そしたら、はい、いきますね。はい、お願いします。さっきのやつですよね。あ、いいです、いいです。あの、面白いやつで。よいしょ。これだ。よいしょ。出るかな。ね、ちょっとお待ちください。はい。じゃあね、そうなんですよね。はい。はい、あ、行きました。これで。はい、まあ。こんな感じで出てます。そうそうそう、これがすごい面白い。こちらですみたいな。はい。はい、やってます。面白い。じゃあ僕から簡単にご紹介しますか。はい。います。はい。今日、ご覧になっている皆様、こんにちは。はい。じゃあ簡単に自己紹介させていただきます。はい。グロースリングスっていう会社の代表取締役社長をやっていて、主な事業は、B2B でいわゆる企業研修とか、あと大学の講師をさせていただいたりとか、あとは、ど真ん中スクールってさっきね、ミキちゃんから言ってもらいましたけど、そういうスクール運営していました。で、もともとはもう、いじめが原因でですね、すごい対人恐怖症ですね、極度の対人恐怖症で、本当にもう誰とも話せないし、人前で話すなんてもうもってのほかっていう感じで、しかもね、今ど真ん中に生きるとかね、やりたいことをとか言ってるんですけど、全く夢も希望もなく、いわゆる自己肯定感めちゃくちゃ低くてですね、コンプレックスの塊で、夢も希望もなかったという状況だったんですね。でそっから、もう人生変えたいと思って、4500万円以上の投資をさせていただいて、今はね、自分のありがとうございますやってますというような形なんですね。で、国内と海外も含めて大体2000人以上ですかね、人々というかね、皆さんに対して講座やってますというような形です。はい。で、提供しているのはコーチングとか NLP とかコンサルティングとか、統計とか鑑定とか、あとは、スピリチュアル系のこともやらせていただいているというふうな形ですかね。はい。ですね。もうちょっと説明した方がいいですかね。はい。じゃあぜひ。はい。もうちょっと言うと、あ、来ました。あ、これです、これです、これです。これよくね、本当ですかみたいな言われるんですよ。もうね、誰だと思いますかっていう、本当に全然。そうなんですよ。もともと自己肯定感低いってね、言いましたね。それ本当かなってよく言われるんで、こちら見てください、皆さん。こちら。はい。こちらですね、この顔ね、眉毛は垂れ下がり、苔も顔もね苔っててみたいな感じで、本当に自信なかったんですよね。で、今ね、自己肯定感っていう、言い方ってすごくありますけど、どうせ俺なんてみたいなね、すごい言ってて、もう過度の対人恐怖症ということだったんですね。でこれちょっとね、聞いてる方いらっしゃいますかね。僕そもそも大学生とかまでずっとそうだったんで、でもみきちゃんどうですか、大学生とかだったらね、大学ってちょっとやっぱり楽しいとかね、うん、なっても結婚とか女性と働くことってやっぱり重要なんで、うん、どうにか彼女を作りたいと思って、うん、頑張ってね、合コンとか行ってたんですね。あ、行ってたんですね。もう緊張しましたよ、もう全然無理だったんですけど。でそれで、どうにかね、デートね、約束して、はい、頑張ろうと。でも、ね、やっぱりこう何話していいかわからないじゃないですか。はい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 。もう全然面白くなかったとか思われたらちょっと悲しい。何やったかというと、はい、本当に紙にですね、はいメモ帳みたいな、はい、に話すこと全部書いていったんですよ。あ、カンペみたいな感じですか。カンペです。スポーツの話、テレビの話、映画の話。やばくないですか。でそれをポケットに忍ばせてですね。はいはいはい。チラチラ見ながら話してたんですよ。チラチラ話すとまたそれ変なんで、たまに、ね、トイレに行って、トイレ行くからって言って、トイレに行って、あ、ここまで話したなと、それ消してですね、あ、あとこれやめた。シナリオじゃないですか。めっちゃやってましたから。面白い。それでもうまくいってないですよね。っていう感じでした、ずっと。なるほどね。
ありがとうございます。皆さんね、ちょっと衝撃の、はい、あの過去だったかもしれないですけれども、はい、じゃあ、ちょっとね、コメントが結構あの来ているので、あの読ませていただきたいと思いますね。米谷さん、菊池さん、見ていただいてありがとうございます。それから水越先生、チースということでですね、ありがとうございます。米谷さん、みきちゃんだ水越先生シェアしちゃったよということで、シェアありがとうございます。それから大塚理香さん、こんにちは、お話聞きに来ました、よろしくお願いしますということで来ています。はい、ありがとうございます。それから笠原さん、生温かくじっと見てくださってますね。あ、下鎌さんも入れていただきましたね。あ、それから、米谷さん、自己紹介をスライドに、はい。それから、あ、スター講師誕生2020の模様のリンクを貼っていただきました。 YouTube ありがとうございます。もうぜひですね、すごくこれはいいお話が聞けると思うので、あの皆さんに見ていただきたいですね。あ、米谷さんから共有出てますということで、ありがとうございますね。ありがたいです、そういうふうにね、はい、そうなんです。あ、それから塚原さん、あ、さあ、ごめんなさい、笠原さんが、シナリオ合コンということで、はい、ね、面白いですよね。笠原さん同じく涙ぐましいという。もうね、これ大体100人ぐらいの会場とかでこの話したら、ね、1人ぐらいいるんですよね、やってる、同じような、いますかって言ったら1人ぐらいいるんですよね。そうなんです、ね、ほとんどいないですよね。はい、ね、なかなかいないですよね。それから我妻さん、こんにちはということで、すごいもうコメントたくさん。中澤さん、あ、僕の青春時代は藤恵子の歌でしたね、15、16、17と私の人生暗かったという。そうなんですか、あれ確かにそういう歌ありましたね。笠原さん、他人とは思えない空回り感。あ、そうなんですか、仲良くなれそうなんかもですね。西澤のり子さん、こんにちは、見てますということで、あ、すごい皆さんたくさん今日見ていただいてありがとうございます。はい、じゃあですね、早速ここからまたお話を展開させていきたいと思うんですけど、はい、じゃあ、あのね、こういうあの大学生、あのね、ちょっと対人恐怖症の大学生だったということなんですけれども、はい、そこからどうやってこう今にこう変化をしていったのかっていうところをまたお話ししていただけますか。はい、ありがとうございます、はい、そうなんですよね。で、あの結構ね、共感いただいてすごく嬉しいんですけど、うん、まあ、そんな感じでずっと悶々としてたっていうか、はいはい、超ネガティブで自信なくて、うん、うまくいかないじゃないですか、そういうね、こう、はいはいはい、うまくいかなくて、うん、本当何、もう本当人生ってね、何もうまくいかないなとすごい思ってたんですね。で、もうなんかね、会社に入った時ももう全然うまくいかないことばっかりだったし、うん、なんでこうなっちゃったんだよ、本当にこう白黒の世界ですよ、こんな、うん、でその時に、まあ、なんで変わったかっていうと、一つはですね、コーチングってね、皆さん知ってますかね、コーチングっていう手法があって、はい、まあ、いわゆるその、ね、自分の、ね、自己肯定感イメージを上げるようなこととか、うん、あとなんか自分の本当のこうやりたいこと見つけたりとか、うん、あとは例えばなんかこう人前で話すことに対するなんかブロックとか、ね、恥ずかしい、うんうんうん、YouTube できないとかね、人前で話せないとかっていう、うん、それで心のブレーキをまあ取るというかね、外すという、はい、まあ、そういった手法なんですけど、うん、これ受けたんですよね、うん、そしたらもうすっごい自分のブロックがバーンって外れて、はい、本当にやりたい、まあ、人生の心の底からもうこれいいですよね、これちょっと、うん、もうちょっとね、これを大きくしたらこうなるんですけど、おすごい、ちょっと出過ぎだなっていうことなんで、ちょっと、はい、で、本当にど真ん中のことが見つかって、うん、で、まあ、新しい事業とかも、やれるようになったんですね。うん、で、やっぱど真ん人生の本当にやりたいこと見つかったのはすごくインパクト大きかったんですね。はい、で、もう一個が仲間ですかね。うん、本当に今ど真ん中に自分らしく生きる仲間との出会いっていうのがあって、まあ、結構ここにいるメンバーはですね、すごい、オリンピック選手向けにトレーナーやってる人とか、コーチやってる人とか、まあ、日本、テレビにもね、よく出てる人とか、著者さんとか、上場企業に研修してる人がいて、で、そういう皆さんを見てるとですね、みんなめちゃくちゃ自分を生きてるんですね。うん、本当にやりたいことはこれだっていうのがあって、はい、これでミッションこれでみたいなのがあって、で、自分の本当の、まあ、ど真ん中っていうね、みんなの、うん、見つけて、そういうね、自分らしく、生きたように生きるということをやっていて、で、僕はですね、これなんか自分のために生きるってやっちゃダメだと思ってたんですよ。あ、わかります。わかります。うん、わかります。すっごいなんか、
他人に貢献しないとダメとか、人のためにならないとダメっていう、こうしなきゃいけないからすごい強くて、わかります。まあ、今思うと自己犠牲ですね。自己犠牲になってて、あ、こんなにも自分が生きたいように生きていいんだっていうことをすっごい思ったんですね。で、そっから、ね、自分もこんな風にど真ん中に行きたいと思ったっていうのがあって、実はこの中に今の奥様もいらっしゃいます。そうなんですね。この中に。どっ左ち？から1、2、3、4、5番目。1、2、3、4。あ、ここうの、いう。しましまのカラフルあ、なワンピースの方ですね。かわいい。こういうなんかね、まあ、いわゆる僕は変態っていうんですけど、変態。ちょっと、まあ、自分をね、持って生きてる。まあ、イチローとかもあるし、変態じゃないですか。まあ、そうですね。持って、異常にそれに取り組んでるみたいな方。そういう、まあ、集まりだったんで、そこでまあ、出会ったんですね。素敵ですね。そうなんです。ありがとうございます。で、そこから人生変わって、なんかど真ん中に生きようというふうに決めてたんですね。そして、これ個人コーチングっていうね、僕自身もコーチングで変わったから、ここですね。個そっ人。か、もう下鎌さん自身が人に対してコーチングをする側に回ったっていうことそうです、そうです。でも、とにかく最初やりまくりましたね。9セッションとか。まあ、今でも9セッション、10セッションやりますけど、朝6時半から夜12時までは、すごまあ、やってたんですよ。でも200回を1年間い。で、そうすると、やればやるほど上手くなっていくんで、クライアントさんが結果が出るようになってくるんですね。クライアントさんが年間トップ、まあ営業ですごい成績を収めたりとか、起業して海外でも大成功したりとか、というふうになってきて、そうすると、個人向けでやってこれると、次は研修とかね、何かでできるようになってきて、MBA さんね、ありますよね。そうです、MBA さん。経営学修士ですね。ところでの研修させていただいたりとか、じゃあ、そうすると海外でもね、お呼びいただいて、まあ、ハワイ、インドネシア、インドとか、そういったところでやったりとか、今、まあ、まあ、上場企業とか、そういった、まあ、創業社長とか、そういった方向けにコーチングしたりとかで、やってますというような形です。すごい、そっか、最初はじゃあ、個人向けのコーチングから始めて、企業の方にっていう形に大きくなっていったっていうことなんですね。で、今はこのなんか本当にやりたいことっていうことで、まあ、ど真ん中スクールという、まあ、まあ、こんな感じで、男女、まあ、1対1ぐらいですかね。いや。今、あれですか、スクールの方が、どれぐらい始められてからどれぐらいになるんですか？まあ、3年半ぐらいですかね。ああ、まあ、す3年ごい。半から4年ぐらいですかね。この前のその、スター講師誕生の時にも同じスクール生の方もね、何人も登壇されてましたもんね、ファイナリストで。大体半分ぐらいは。ねえ、すごい、本当素晴らしかったです。で、その後でね、個人的にファイナリストになれなかった人も発表する場を作ってくださる会があったので、私もそこに飛び入りでお邪魔したんでした。すごい、楽しそうですね。わあ、ありがとうございます。あ、じゃあ、ですね、またここで、コメントの方が、あ、すいません。あ、ここ私も読んだとこだったかな。西澤のりこさんまで言ってたかな。あ、はい、すいません。大丈夫です。見てます。はい、見てますですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、そうですね。スクール、ど真ん中スクールっていうことで、そのど真ん中っていうそのキーワードが多分ど真ん中っていうことだと思うんですけど、そのど真ん中っていうことをもう少しちょっと詳しくお話ししていただいてもいいですか？まあ、ど真ん中っていうのは、なんていうんですかね、いわゆるやりたいことって、見つけたいって人って、まあ、多いと思うんですね。特に、まあ、コロナの時代で、まあ、非常にこう不安とかね、ある中で、じゃあ、やりたいことって、なんかどうですかね、なんか、やりたいことリストみたいなのが100書くとかあるじゃないですか。やったことあります？そういうの。100はないですけど、でもなんか似たようなことはやったことあります。まあ、ありますよね。あれって、すごいいいんですね。いいんですけれども、じゃあ、それって本当にやりたいことなのかっていうこととか、
心の底からやりたいのかっていうとまたちょっと違うと思うんですね。うん、ど真ん中っていうのは分かりやすく言うとその、まあ、やりたいことっていうのがあったら、そのやりたいこといっぱいあるんだけど、その中でももう、やりたくてしょうがないっていう、もう本当にこう要は、まあ僕はねよく言うんですけど、天才にね、勝る、まあ、努力に勝る天才ですか、努力に勝る天才なしって言いますけども、あの僕はさらに、夢中に勝る努力なしと思ってるんですね。んー、これがやりたくてしょうがないんだっていう、はい、努力してるって思ってるっていうことはそれはもう頑張ってるわけですね。確かに力が入ってますよね。そう思わないぐらいもう夢中でしょうがない、うん、やりたくてしょうがない、うんうんうん、っていうぐらいの、もうエネルギーがあの内側からね、あの湧き起こってくるような、もう心の底からやりたいこと、これがど真ん中っていうふうに言ってます、うん、っていう感じですね。なるほど。下鎌さん自身がそれをこうあのコーチングを受けて、自分がそれが分かってそれを伝えるようになったっていうことをさっきおっしゃってたんですけど、あのど真ん中を自分が見つけた時の変化って、具体的になんか自分の中ですごくどこが変わったっていうのって、具体的にどこが変わりましたか？これはですね、まあ、今は本当常にど真ん中って感じなんですけど、うん、いっぱいあります。まず、まあ、さっき言ったようにエネルギーが溢れるんですよね。うん、ではモチベーションってあるじゃないですか、はい。モチベーションってみんな上げたいですっていう相談よくあるんですけど、うんうん、モチベーションって上げるもんじゃないですよね。上がるもの。そうなんです。もっと言うと湧き上がるものなんですね。あ、はいはいはい、内側から。うん、だから、ではモチベーション上げたいって言ってる時点で、 それはど真ん中じゃない可能性があるんですけども、うんうん、つまりその本当にやりたいことであれば、あのエネルギーがまず溢れますね、うん、やりたいっていう。でそしてあのよくこういうのないですかね、金曜の、夜、まあ、旅行に行って、で土日旅行を行ってね、で、はい、それに月曜の朝に帰ってきて、普通疲れるじゃないですか、うん、それでもそれ本当にやりたいことだったら疲れないですね、うんうん、むしろエネルギーに溢れると、はい、いう風になったりとか、あと集中力も増しますね。集中力も増していくし、あの実行力、後回しにもせずどん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 やれるようになるし、うん、で、あの実はこれ IQ も上がるって言われてますけどね。へえ。よくできてて、好きこそものの上手なれって言いますけど、はい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 、いう風にあのもう好きなことだったらどん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 あの、まあ、パフォーマンスも上がるし、うん、結果も出てくるという風になるんですね。うん、確かに。僕はあのど真ん中ホリックって言ってるんですよね。ワーカホリックじゃなくてもうど真ん中に行きまくるっていうね。なるほど。そんな感じです。そうなんですね。いやー、そうですね、多分こうどうなんでしょうね、あの見てくださってる方だったりとか、まあ、ほとんどの多くの人たちがあの、まあ、ど真ん中が、自分のど真ん中が何なのかがまずちょっとね分からないっていう方もすごく多いと思いますし、あとはそういうのがもし分かったとしてもそこを行動に移したりっていう勇気がない方も結構多いんじゃないかなって私のイメージとしてはあるんですよ。そのあたりに関してはどう思われますか？あ、そもそもわからない人が多いとですね、うん、ちなみにちょっと僕熱くなってきたんで脱いで、どうぞ脱いでください。あの今ももちゃんも見てくれてます。ありがとうございます。はい、ちょっと待ってね。はい、質問何でしたっけ？そう、自分のど真ん中がそもそもこう分からないっていう方が、じゃあ1個目ですね、分からない方もすごく多いと思うんですけど、うん、それってどうやったらこう見つけられるものなんですかね。うんうん、まあ、あのこれいっぱいやり方があるんですけど、うん、あ、素晴らしいです。今みきちゃんの質問の精度の高さというふうにコメントをいただいてます。あ、そうですか、ありがとうございます。あと笠原さんですかね、頑張って段階であんま向いてないですっていう、うん、ね、素晴らしいです。あ、すいません、ありがとうございます、読んでいただきまして。まあ、あのど真ん中見つけ方っていっぱいあるんですけど、はい、まあ、正直言うといわゆるなんか ストレングスファインダーって知ってますか？うん、あの強みを見つけるっていう、ね、見つけるっていうやつもあれば、いわゆるその鑑定ですよね、その数玉鑑定とか300、はい、そういう鑑定でもできますし、いわゆるコーチングで、あのよくある自己分析、過去の楽しかった、はい、嬉しかった経験、うん、っていうことがやるっていうことでもできます、はい、あるいはスピリチュアルな分野で、あの、まあ、ヒプノセラピーとか、
うんまあ、チャネリングっていうことを使ったりとかしても、はい、実はやり方って非常に多いんですね、うん、そっか、一つじゃないっていうことですね。なんかこれさえすればいいっていうことでもないっていう。そうです。で、その人に合ったやり方があるから、要はもう自分がやりたいことっていうことをもういろんな角度から光を当てていって、うん、もうより浮き彫りにしていくっていうことが、すごい重要なんですね。ああ、なるほど。なんか私のこうイメージとしてこう、まあ、コーチングやられてる方とかって私長崎いるときは全然知らなかったんですけれども、東京に出てくるとやっぱそういう方がすごくたくさんいらっしゃって、はい、でなんか私のこうイメージとしてコーチングって、まあ、その方のこう持ってるあのコンテンツだったりっていうのが多分あると思うんですけど、なんかこういうふうにしたらこう見つかるみたいな、なんか一つとか、まあ、なんかイメージがあったんですけど、はい、そうか、その一つではなくて本当いろんな方向性からできるっていう。そうなんですよね。だから、ね、でもっと言うと、はい、あの分かりやすく言うと、うん、あの玉ねぎみたいな感じなんですね。ああ。芯があるんですね。はい。一気に芯っていけないじゃないですか。うんうんうん、一枚一枚剥いでいって、でそれで中にあるものが見つかるっていう形、はい。確かに、うんうん、まあ。まあ、もちろん一発でグーっていける方法もあるんですけども、いろんなね、あの耕していって、耕していって、でそれをセッションをやって、いろんな体験、経験、行動があって、はい、で、振り返っていって、このもう本当の真ん中の、本当に自分っていうのは見つかるんですよ。で、なんでそんなアプローチが重要かっていうと、はい、いわゆるその自分軸みたいな、自分がこうしたいっていう軸があったときに、うんまあ、今日自立っていうテーマだったんですけど、あの、他人軸っていうね、他人軸って他人の価値観とか、うん、あるいはその社会的な通念というかね、うんまあ社会人はこうあるべきだ、はいはいはい、みたいな理論が無意識レベルに入ってます、うん、自分の中で。そうなんですよね。そうなんです。そうなんですよ。本当そう。わかります。めっちゃ共感されてます、ね。めっちゃわかります。はい。本当に本当に。そうなんですよ。で、それが当たり前になんですね。うん、うん、そうそう、本当そうなんですよね。それが本当に当たり前になってる。はい。それをまず気づくことなんですよね。そうですね。そこにこう気づかなければそもそも玉ねぎの皮を剥けないんですもんね。そうなんですよ。で、なんかね、ちょっと外から見たらちょっと汚いようなね、うん、自分はこの玉ねぎの皮だと思ってるんだけど、それね、ほぼほぼ自分じゃないんですよ、本当の。うん、なんでそれを剥がしていった時に本当の自分の、あのやりたいこととかど真ん中が見つかるっていう風な、うん、メカニズムになってるんですね。確かにそうか、ありがとうございます。あのすごいコメントがですね、その後また来ていますので、ちょっとコメントをちょっと読ませていただきたいと思います。杉山雄二さんですかね、そうということであのいただいておりますよ。それから笠原さん、自分らしくと世の中が両立しないというのも思い込みですからね、という。素晴らしい。これ本当でもそうですね。本当にその通りだと思います。本当そうなんですよ。もう本当自分がそう決めてるだけだったりするんですよね。そう勝手に。 ありますね。よく自分らしく生きるって言ってできるんですかみたいなね、うん、あのこうだからできないですよねって思うじゃないですか、うん、それもある種実はあの思い込み。そうなんですよね。わすごい、さすがやっぱ笠原さん。杉山雄二さん、あ、笠原さんですね、あのいつもあの FLTV のファンですごい見ていただいてるんです。あのいつもあのコメント、私もあの実際お会いしたことなくって、全然あのお名前しか存じ上げてなくて、あのコメントでの交流でいつもさせていただいてます。ありがとうございます、笠原さん。嬉しいです。はい。それから杉山さんが、そうちゃん見てますと来てます。あ、さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。岡田由美香さん、由美パン先生というパン教室の先生ですね。美希さん、下釜さん、こんにちは。夢中に勝る努力なし、本当にやりたいことを見つけたら最強ですね、と来ています。最強です。まあ、あの、最強になっちゃうんで、はい、ね、それで、あ、その由美パン先生シェアしましたということでありがとうございます。はい。米谷さん、みきちゃんの質問の精度の高さ、ありがとうございます。あ、さっきのあれです ね。笠原さん、頑張ってる段階であんま向いてないです。でも本当でもそうかもしれないです ね。 本当そうですね。確かに。それから田代育恵さん、こんにちはと来ています。ね、シンガポール、ありがとうございます。はい。あ、それから柴田桃子さん、ど真ん中見つけたい人はそうちゃんの話が参考になるよね、ということでありがとうございます。うん、あの柴田桃子さんはですね、あのスター講師誕生の総合プロデューサーでいらっしゃったんですよね。
もうね、それでこう本当いうに。出会いがあるのも、ももちゃんのおかげですからいや、ね。本当にありがとうございます。もう本当に。いはい。や、すごく私もあれが大きな転機になりました。ありがとうございます。今、田代郁恵さんといきちゃんも、いくちゃんって会ってないですか？多分お会いしたことはないんですけど、フェイスブック上で多分お友達になっていたと思います、ね。その時にスターさんで僕お会いしたんですよ。あ、そうだったんですね。結構人数がね、エントリーした方はすごく多かったですよね。多かったですね。登壇されたのはね、ファイナリスト10人10組の方でしたけれども、そうなんですよ。いや、本当に今年レベルが、私初めてだったんですけど、皆さんが今年はものすごくレベルが高かったっておっしゃっていたので、いや、多分そうなんだと、私はもうそれしか知らないので分かんないんですけど、でもこれ僕あれ話すと、結構塾生というかスクール生がめっちゃ出てたんですよね。あ、はい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 。ももちゃんもすごいです。アドバイザーというか、はい、それでまあね、20、30人ぐらい出たんですよね。うん、で、みんながチャレンジしてるから、もう僕もね、出なきゃみたいな、一緒にやりたいみたいになって、まあ、プレッシャーですよね、みたいな。もう監督も一緒に出たみたいな感じ。プレゼン教えてますみたいな言って、ね、これでちょっと予選敗退だったら、やばい、思ったんですけど。ファイナリストに残れて、いや、でももう私は個人的に、まあ、皆さんのお話が本当にそれぞれだったの で、それぞれ のご専門が終わりだったので素晴らしかったんですけれども、私に関して言えば本当に東京に出てまだ1年も経っていないぐらいで、こう出てくる時のこう思いというか、描いていた抱いていた思いがすごい、それをもう先に体現されている方がいらっしゃったっていう喜びが私はすごく大きくて、もう絶対お話ししなくちゃいけないと思って声かけさせていただいたので、すごいね。でまさかそれがまた同郷っていうのがね、全然これね、長崎ってなっちゃいますよね。そう、びっくりびっくりしました。本当にありがとうございます。あ、なんかまた続々とコメントをいただいております。あ、栗山沢子さん、ど真ん中を見つけるにはぜひと。ありがとうございます。いただいてます。それから村井さん、こんばんこ、この前はありがとうございましたということで、あ、村井さんですね、師匠 の水越先生 のお友達でいらっしゃって、この前初めて私もお会いさせていただきました。それから栗山さんが、ど真ん中へいらしてくださいということでいただいております。ありがとうございます。あ、そうだ、それば最初にそれを言うべきだったんですけど、本日ですね、下鎌さんの方からなんとスペシャルプレゼントがありますので、最後にまた何回かちょっと番組の中でお話をした方がいいかなと思うんですけど、実はなんと1時間8万8000円の、あんま大きな声で言えない、8万8000円のコンサルがですね、無料でプレゼントを、しかも3名の方に3名、はい、していただけるということですので、もしご希望の方いらっしゃいましたら、抽選で3名になりますので、コメントの方にコンサルプレゼント希望ということでいただけましたら、抽選をさせていただきたいと思います。ら、その中から抽選でということ、はい、そうですね、はい、また番組最後の方にもまたお知らせで言わせていただきますが、はい、ということで、スペシャル、超スペシャルなプレゼントになりますので、これはぜひぜひご応募いただければと思います。はい、はい、ね、で、そうですね、でそのど真ん中というものがね、そうやってこう、まあ、玉ねぎの皮を剥くっていうことに、まあ、例えてお話をしていただいたんですけれども、はい、で一旦に引き出されましたね、本当ありがとうございます。あ、よよよよよよ、やっぱりこうご質問いただけるとやっぱ嬉しいですよね。あ、本当ですか。なかなかこう自分が講師やることが多いんで、まあ、むしろ、ね、はい、ご質問させていただくことが多いから嬉しいです。あ、よかったです。ありがとうございます。すごい私も前にね、セミナーとかに参加させていただいて、お話はまあ、そんなね、全部はもちろん聞けないですけど、触りをちょっとね聞かせてはいただいていたんですけれども、さっきもね、ちょっとコメントの中にも出てはいたとは思うんですけど、さっきのその質問の、もう一個の質問の方で、こう結局多分こういうこと、自分はこうだろうなって思ったとしても、ど真ん中が仮にじゃあ見つかった
として、それをじゃあそれをこう行動としてやるっていうことに対して、結構やっぱりこうなかなかそこにこう勇気を持てないとか、なんか抵抗感があるっていう方も、まあ、それも多分こうね、周りのあれとかもいろいろあるかとは思うんですけど、そういうこうなんか勇気を出して前に踏み出すとか、自分を変えようとするっていう、あのコツみたいなのって何かあったりしますか？あ、自分を変えるコツっていうことですか？うん、でなんか特に勇気を出すため、うん、あ、これはですね、OK です。そしてちょっとじゃあこれせっかくなんでちょっと出しましょうか、はい、よね、自分確かにね、分かったとしてもね、なかなか動き出せないよ、多いんですよ。頭では分かってるんだけどっていうのがね、結構多いんです、うん、本当に。わかりました。じゃあちょっとせっかくなんかね、あの講義っぽくなりますけど、はい、ありがとうございます。すごい、まあなんかすいません、なんか特別あのなんかセミナーみたいになっちゃう、話したくなっちゃうんでね。ありがとうございます。これ僕のど真ん中なんではい、ありがとうございます。嬉しいな、はい、なんか皆さんもご質問もしいただけたらすごい、はい、はい、すごいですね。コメントの皆さんがもうなんか協力的で、あ、そうなんです。ありがたいです。すごいすごい。はい。まあなんか理想の未来実現のためって言ったら僕、3ステップって言ってるんですね。はい。あの結局ど真ん中が見つけるってこの1個目なんですね。なんかイメージとしては、あのよくどの山を登るかみたいなね、はい、と思いますけども、あの要は結局こういうふうな山があった時は、あ、書けなくなっちゃった。出ますかね。まあ、山があるとイメージしてください。はい。電池切れですね。まあ、山があったときに、じゃあ、どこに行くかっていうのがど真ん中ですね。結局、目的とか何をやりたいかっていうのがあって、で、ミキさんさっき言ってくれたように、じゃあ、それが分かっても、じゃあ、できるかというと、そうじゃないと。例えば、車をイメージすると、まあ、北海道に行きたいとかね、車で行こうって言ったときに、もちろん、アクセル踏んだらいけますよね。だけど、それで、なかなか進まない人って同時にブレーキめちゃくちゃ踏んでるんです、はいはいはい、この関係性です。うーん、なんで分かりやすく言うと、そのまあど真ん中見つかりました、じゃあアクセル踏みましょうと、はい、でそこはそこそ勇気を出したりとかね、仲間の応援とか、そういったことでこうやったりとか、まあ、目標設定とかするわけですけども、はい、で一方でブレーキ踏んでますねと、アクセル踏んでるのにブレーキ踏んでるともう全然進めないわけですよね。うーん、でこれがさっき言ってくれた勇気とかね、自分のセルフイメージとか、なんか葛藤があったりとかね、発信したいけど恥ずかしいとか、ね、あのこんなことやりたいけどできないと思っちゃうとかね、トラウマがあったりとか、ね、そういったものがあると。でさらにちょっとね、ちょっとミキちゃんせっかくなんで今日成功恐怖っていう話をしたいんですけど、あ、はい、これ聞いたことありますか？成功聞いたことあります。なんかあの成功、なんかもう一歩のところでこう成功しそうって思ったら、それがちょっと怖くなっちゃって引っ込めちゃうみたいな、そんな感じですか？そうなんですよ、もうその通り。あの何かというと、例えばミキちゃんが武道館で、ね、はい、公演やりたいって言った時に、うん、まあ、やりたいはやりたいです、はい、なんですけど、あのそれ潜在意識、まあ、深層心理ですごい面白くて、それを叶えた先にある都合が悪い未来があるんですね、うん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 、要は武道館でそういうふうにやったら、例えばですよ、周りから嫉妬されちゃうんじゃないかとかね、あ、うん、そこまで活躍できたら今いる仲間が離れていくんじゃないかとか、うん、むしろ自由度減っちゃうんじゃないかみたいな、うん、そういった形にある恐怖っていうもの、うん、不都合なことっていうのは成功恐怖って言います、うん、なんであの行動してもしてるのになかなか、結果が出ないっていう人はそこが強烈に入ってる可能性がある、うん、そもそも行動できないのもブレイク踏んでるだけなんで、はい、っていうちょっともうメカニズムがあるんで、そこは一個一個扱っていくっていうのがもうポイントです。なるほど、すごい、でも分かりやすいですね。こうアクセルとブレーキを一緒に踏むっていう、そりゃ一緒に踏んだら進むものも進まないですもんね。でもなんかこういうふうにね、あのもう方向性だったらこれを見つけて、アクセルだったらこれやって、でブレーキだったらこれは使えばいいよみたいなことを、まあ、明確にやりますというふうな形ですね。なるほど、そうか、そうですね。いやでも本当にそうだと思います。確かに
じゃあまたコメントがまたその後寄せていただいているのでちょっと読ませていただきますね、はい。栗山沢子さんがみんなで良くなっていきましょうといただいてます。ありがとうございます。ちょっと夜ちょうどセッションやったんですよね。あ、そうだったんですね。変わったというかね、より素敵なね、サワネイって言ってますよ。サワネイが、ね、出てきましたね。はい、はい、ありがとうございます。それから島田裕樹さん、そうちゃん、島田さん、こんにちは。こんにちは。みんなど真ん中見つけましょうといただいております。島田裕樹さん、島ちゃんって言ってるんですけど、同郷ですよ。あ、そうなんですか。長崎。長崎なんですか。あら、はい、結構長崎の人多いですよね。っていうか、会でもやりたいですね。ぜひ。ね、本当ですね。長崎県人会作りましょうか。日本で。本当に本当に、それから米谷さんが、ベテランのマジシャンの方に続いて下鎌さんという神がかったご登壇だったスター講師誕生2020約46分ぐらいからっていうことで、あ、またもう一回 YouTube リンクを貼っていただきました。米谷さん、ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと僕恥ずかしくて見れないんですけど。見てないんですか、自分の。見てないです。あ、本当ですか。そういうなんかちょっと恥ずかしがり屋なんで。そうですか。そういうところはこうなんか昔の少しあれがまだ残ってたりするんですか。ありますね。はい。本当ですか。最近やっと YouTube を見れるようになってきたみたいな感じです。へ、はい、そう、意外ですね。はい、ちなみに米谷さんはですね、Excel で統計学を教える研修講師をされていて、実はですね、次回のゲストになります。はい。また後ほど。はい。テーマ次回は教育ですか。何でしたっけ。あ、次回そうです、教育がテーマになります。はい、また後で詳しくご紹介しますね、はい。それから蜷川恵美子さん、島田さん、今日のヘアスタイル可愛いです。 ありがとうございます。蜷川さんはですね、美人養成塾の先生でして、私もだいぶお世話になったんです。ありがとうございます。それから、米谷さん、勇気を持てない、惰性に流される、お金がない、でもやっぱり自信がない、てん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 というね、うん、こういうのは本当によく、あれなんですよね。うまくいかない人っていうのはやっぱりこうもうそういう思考なんですよね、うん。基本的にやっぱりまるまるがない、まるまるがない、そのお金がない、時間がない、ね、自信がない、経験がないっていうね、うん、言い訳 の方に、フォーカスが当たってるんですよね、シンプルに。そうですね、フォーカスが当たってるだけなんですよね、実は。うん、なんですよね。それから笠原さんですね、人は光の下に出ることを最も恐れると言ってますね。それから同じく、笠原さん、変わる予感で尻尾を巻くと。すごい、ですね、本当そうなんですよね。さっきのね、成功、何でしたっけ、成功恐怖、はい、そうですね、それですね。それから村井さん、悪戦身につかず、稼げない人の心情、お金に色はない、稼げる人の心情、そんなことですかね、という。なるほどね、悪戦身につかず、お金に色はない、それから米谷さん、再来週よろしくお願いいたします、お世話になります、ということで、はい、米谷さん、後ほどまたね、次回予告でご紹介させていただきたいと思います。ちなみに、先ほどですね、なかなか例えば勇気がないとか、こう惰性に流される、お金がないとか自信がないとか、さっきのそのないないっていうね、そういうのがこうなんかブレーキになって、はい、なかなかこう行動する一歩にならないっていう方がやっぱり多いなっていうふうに、私も結構身の回りだったりとかで感じることは多いんですけれども、そこをこう一歩踏み出す、なんだろうな、そのなんか今すぐこうできるようなことって、なんかアドバイスみたいなことがあったりしますか。一歩踏み出すためのアドバイス、一歩、そういうのをちょっと打ち消すために、簡単になんかこれだったら、それですぐできるかはちょっと分かんないですけど、一つのこう方法としてこういうのはっていう、OK です。なんかあれなんですよね、それで言うと、その方がね、どういう状況かに正直言うと、よるんですけれども、よるんですけれども、大きく言うと、2つぐらいあるんですね。はい。で、1個はその心理的な手法で、そういうブレーキを外すっていうね、やり方があるんで、それぜひ、やるとね、もう一気にこう自分が持ってる、大体思い込みなんでね、それが外れて、進めるっていう、なりますと。はい。で、
もしくは、ですね、これね、要は、基本的に物事の順番って、なんか、スキルがあって行動するからうまくいくっていうようで、実は違うんですよね。勇気があって行動があって、行動してるからスキルが身につくっていう順番なんですよね。でもそれすっごくよくわかります。私めっちゃくちゃそれよくわかります。なるほど。でもだからそれ間違ってなかったんですね。間違ってないです。だからやったもん勝ちなんですね。いやもう本だから当にそう。僕らの、スクールとか、僕よく言ってるのが、やっぱり大事なことはですね、見切り発車なんですよね。わかりやすく言うと。大賛成です、本当に。イメージとしては、スマホをね、今スマートフォン、iPhone で、これってね、説明書とかあっても、説明書を読み込んでから、ちゃんと理解してから使うわけではないですよね。わけない、そんなしたことないです。聞いたことないですよ しね。たことない。これ赤ちゃんも同じなんですよ。赤ちゃんもね、僕子供今、最近生まれましたけど、赤ちゃんも別になんかさ、何か教えてもらって歩き始めたりとか、ハイハイするわけではなくて、常にトライアンドエラーなんですね。そう。やらないでシミュレーションしたことより、やって分かったことの方が多いんで、もうね、そういうブロックブレーキあるっていうこと、もちろんそういう心理手法でやることもできるんですけども、一歩踏み出すということですね。が重要なんですけど、でも、いや、とはいえね、一歩踏み出して、そんな、ね、見切り発車って言っても大変じゃないですかっていう方もいらっしゃるんで、これはですね、大事なことは、その一歩が結構ね、みんな大きかったりするんですね。ああ、そっか。だから踏み出す前から、すっごい、なんかもう、大股の一歩をイメージしてるから、そこができないっていう。そうなんですよ。だから例えばこういうふうに階段があったとしたら、僕らはすごい大事にしてるのが、一歩があったときに、この自分からすると大きいなと思って、いや、ちょっと次なかなかできないんですよねっていう、なんですよ。で、これをね、もう細かく細かくします。なるほど。細かく。で、これ心理学的に、ごめんなさいね、ちょっと変になりましたけど、心理学的に言っても、大きく変化すると、変化しないように脳は働くから、もうね、脳にが気づかないぐらい、徐々にやっていくんですよ。細かく細かくしていって、例えばね、YouTube で何か発信するって言ったときに、なんか発信するのちょっとね、なかなかできないですってあるじゃないですか。じゃあ、もうちょっと細かくすると、YouTube の前じゃなくて、その前になんか、友達にやってみる。でもいい。もしかしたら一人でやってみる。でもいいですよ。もしくは、僕のもう、メンターというかね、言った方は、コミュニケーション本当に苦手だったんですね。最初何やったかというと、学んだことを、ぬいぐるみに伝えてたんですね。ぐらいです。で、それをずーっとやって、その細かいことをずーっとやったら、これね、よく言いますけど、捉える瞬間からぐーっと伸びていくんですね。なんかこれすごい今日いいお話聞けたと思います。すいません、なんか無料でこんななんか聞けるお話じゃないような気がしてきました。ありが何とうございか、価値提供したいなというか、なんかあのね、いろいろお伝えしたいなって気持ちになるんます。いやで。もうすごい嬉しい、ありがとうございます。これめっちゃ重要です。もう細かくしていって、コツコツやっていくと、もう、ティッピングポイントみたいな言い方しますけども、一気にグワッていく瞬間があるんですね。で、大体の人はここに行くまでに諦めるってことをするんですね。でも私英語の一応なんかそれメインでやってるんですけど、教えることメインでやってるんですけど、英語力とかも結構でもそんな感じですよね。こうなんかどっかでこうある一定のとこでこうなんかブレイクスルーじゃないけど、こうなんかパーンって行く瞬間が多分こう、まあそれも何回かこうあったりすると思うんですけど、そこに至るまでにそれ以前に諦めちゃう人の方が多いみたいな。多いですよね。英語もやっぱそうですよね。僕も海外とかで新規事ね、業、そうですよね。やっぱできないとかあったけど、ずっとやってた支援と、あれ、ポロッとこう出てくるみたいな瞬間。同じですね、今日。そうですよね。
あ、すごいでも分かりやすいです。ありがとうございます。わあ、なんかすごい得した感じまあ、で、もう一個だけちょっで。あ、とおはいはいはい。話しすると、あ、それ、お願いします。まあ、それをさらにちょっと細かくしたら、僕らこういうことをやっお、すごい。ていて、人生も17ステップに分けてるんですよね。へえ。いくために、もう1から17までの、変遷があるんですよね。実際一個一個やっていく。つまり自分が今どこにいて、で、次何をやらなきゃいけないかを明確にすることが重要なんですね。例えば自己需要がまだの方が、はい。こう自分未来を描くとか言ってもなかなか出なかったです。今どこにいて、じゃあ次何をやるべきかっていうところ。今の自分に合ったことをやっていくのはすごく重要なんで、いっぱいね、学ぶとか自己啓発とかやるのも、即スキル得るのもいいんですけども、自分がどこにいて、次何をすれば次のステップに行けるかっていうことを、もうこれ細分化僕らはしてるので、そうやって一個一個ね、進んでいけば、確実にちゃんとね、自己実現できますよってことですね。なるほど。でもこれ見るとすごく分かりやすいですね。よくまあ、本とかでも自己啓発本とかいっぱい出てたりとかして、私も結構昔から意外と好きでそれ読んでたりとかってしてたんですけど、なんか読んで頭ではそうだなそうだなって思うんですけど、だからといって急に変わることって難しいので、ね、やっぱりその段階段階に合わせたことをするっていうのがすごくそうです、そうです、そうです。大切なんですね。あ、でもすごタイプがあるんでね。く。要は、いきなりそれこそね、基本もちろん行動した方がいいんですけど、ある程度考えてからやった方がいい人もいれば、考えずに行動した方がいい人もいれば、そういうこともありますね、もちろん。そうですよね。その人のやっぱり個性に合ったやり方っていうこともすごく大事ですもんね。ありがとうございます。すごいすごい、今日なんかいいことをいっぱい教えていただいて わあ、なんかありがとうございます。あ、またコメントがですね、また来ているので、どこぜかひ。らかな。すごい。あ、柴田桃子さん、スタタン関係者の皆さん、こんばんは。ブレーキ外し大事ですといただいております。いや、本当に、そうですね。それから、菊池啓二さんですね。菊池さんはですね、菊水食品という納豆のすっごい美味しい茨城県の社長さんなんですけれども、11月に出ていただく予定になっておりまして、健康の会でですね、出ていただきいいまですす。ね。はい、ありがとうございます。意識と無意識で無意識の自分を見つけ出す。新しい大豆と出会うと、大豆がどういった納豆になりたいか、声を聞く大豆との対話が好きということで、すごい。そっか、意識と無意識ですね。村井さん、日本人って自己肯定感の低い国民性って有名ですね。こんだけ豊かな国に住んでるのに、教育が間違っているのですかね、というね。本当そうですこの話、6時間ぐらいね、したいですね。ね。そうですね。もう本当に本当にそうですよ。肯定感、ちょっと重要なんで。そう、村井さんですね、心理学のご専門でいらっしゃるので、すごもうく、ぜひ。はい、そうなんです。で、笠原さん、チャレンジの習慣で身についた経験値があれば、スキルは後からついてきますね、と。で、村井さん、千里の道も一歩から、本当そうですね。で、笠原さん、学んで出さないでいたら、なかなか伸びませんよね、と。来てますね。それから、古川真美さん、小さな一歩の積み重ねでいい、すごく納得しました、といただいております。それから村井さん、努力に即効性なし、しかし努力せずして達成なしですね、という、あ、本当にそう、素晴らしいお言葉そので通り、本当その通りですよ。なんか言葉がうまいですね、すごい。ね、もう本当そう、感心しますよ、本当に素晴らしい。そう、笠原さんが、分かっていないと話せないし、教えられない。いや、本当にそうですね。ありがとうございます。本当に素敵なコメントいっぱいいただきまして、言葉でうまくこうまとめてくださった感じで、ありがたいです。本当にありがとうございます。いやー、ということで、もう本当にまだまだ本当お聞きしたいことは山ほどあるんですけれども、時間の関係上ですね、なかなか、もう結構いい時間になっちゃった。あ、そうですね。じゃあ、そこ、あれなんですけど、実は、さっきもね、ちょろっとお話にも出たように、下鎌さん、今年6月に赤ちゃんがですね、ご誕生されまして、パパさんになられたんですよね。おめでとうございます。もうね、さっきもね、赤ちゃんいらっしゃってすごい可愛かったんですけど。で、今日はですね、私、いつも英語遊びコーナーっていうのを設けておりまして、はい、今日はですね、まあ、短い、すごい短いんですけど、マザーグースって聞いたことあ
ありますか、うん、マザーグースね、有名なあの詩なんですけど、その中から、はい、あのマザーグースの詩を使ったあの子守歌がありまして、ぜひあの下釜さん、あの赤ちゃんにですね、あのおねんねするときにこう歌ってあげてほしいなということで、はい、今日は子守歌をご紹介させていただきたいと思いますので、ちょっと画面を共有させていただきます。これの次ですね。はい、これですね、 Hush Little Baby っていう歌なんですけれども、うん、ではですね、最初に私の方でちょっと歌いたいと思います。あら、ちょっと待ってくださいね。ハッシュ、あ、じゃあちょっと意味を簡単に言うと、ハッシュっていうのはシーって、あのシーシーっていう時にね、ハッシュハッシュって言って、あのシーシーっていう時のあの歌で、まあ静かにさせるとかいう意味もあるんですけど、あのシーっていう感じで使いますね。それから2段目のガナっていうところに線を引いてますけど、これあの is gonna って、あの be going to is going to と同じことで、何々するつもりだよって、gonna buy で買ってあげるよっていう感じですね。それから mockingbird っていうのは、真似しつぐみっていう鳥の名前だそうで、あのなんか真似をする鳥さんみたいですね、うん、ということで、それをね買ってあげるよというあの子守歌です。で、うん、とこれがどういう歌かっていうと、メロディーは、うん、Hush little baby don't say a word Papa's gonna buy you a mockingbird という歌なんですけど、ここあのパパのところがもしママだったらママに変えて、あのパパでもママでもいう感じで、あの歌える子守歌となっております。ちなみに下釜さん、子守歌とかって寝かすときに歌ったりしますか？子守歌はね、やってはないですけど、あのあ、大体ね、あの妻、あの最近はね、妻のおっぱいをね、飲みながら寝てますね、うん、あね一番ね寝やすいですよねそうか、もしね、まあ今もうちょっとしたら多分いろいろ夜泣きとかが、あ、もうするのかな、夜泣きとか、ね、ずっとやってたんですけど、あ、最近ちょっとむしろね、よくなってきたっていうか。あ、そっかそっか、多分またね、なんか1歳近くとかになったらこう急に夜に泣いたりとかするかもしれないどうなんだろう、うちの子結構あの一旦落ち着いて、なんかちょっと大きくなって落ち着いた頃にまた夜泣きが始まったりとかしてたので、そうなんですね、よかったら、そうで結構そうですね、私もあの夜泣きした時とかにこう子守歌を歌いながらトントンしたら古典とか寝たりしてたので、よかったらあの歌ってみてください。はい、Hush little baby, don't say a word, Papa's gonna buy you a mockingbird っていうあの歌になりますね。ちょっとあの今日はもうあの時間がね、あのあれなので、こんな感じで、あの皆さんよかったらぜひあの子守歌覚えてみてください。ありがとうございます。はい、はい、ということで子守歌でした。はい、それではですね、もう本当にあっという間に時間の方が過ぎちゃって、あのもうね、とっくに1時間になろうとしているんですけれども、じゃあですね、もう本当ぜひまたあの再登場でどこかでまたお願いしたいところですね。まだまだ聞きたいお話たくさんあります。どういうのがね、はい、皆さんこう回ってらっしゃるのかとか、どんなことをね聞かれたらすごい気になりますよね。そうですね、結構やっぱりこう私自身もそうだったんですけれども、あの自分の人生なんか惰性で生きてる人の方が多分多いと思うんですよね、うん、なんかこんなもんだと思ってもう自分を納得させながら生きてる人が多いんじゃないかなっていう気がしているんですけれども、うん、でも本当になんかそのなんか最近すごくこう悲しい事件とかも多いじゃないですか、あのね、すごくこう人生せっかく与えられてる人生だから、やっぱ楽しく生きないともったいないよなっていうのは私もすごく思っていて、なんかそのためにこうやっぱりど真ん中を見つけるとか、そういうこうブレーキね、あのブロック外すとか、なんかそういうことって多分多くの人があんまりこう、まあ、頭でもしかしたら分かっていてもまたできないとか、それね情報がないとかいう方もいらっしゃるかもしれないし、だから本当にこのあのね、下釜さんのやられている活動がすごく意義のある活動だなって私も思っているんですけれども、だあのであそうだ、1個すごく大事なことを忘れてた、あの下釜さんね、なんかこれからその今大学の方のお話を私それご紹介しようと思っても時間のあれであれなんですけど、ちょっとそこをあの大学のお話の方をちょっとしていただいてもよろしいですか？ご紹介をぜひ。そうですね、僕もあのそうだなと思ってました。そうですね、すいませんですね、あ、ちょっと待ってね、はい、まあ、さっき大学のね、お話しさせていただいたと思うんですけども、はい、あの特に今ですね、実は、ま
これね、ちょっと伝えて OK っていうふうに言ってもらってるんで、ちょっと打ちますね。はい。特にですね、今、まあ、女性向けのですね、これ明治大学の、はい、まあ、女性の仕事復帰とかキャリアアップ支援をね、うん、やってるプログラムがあって、はい、女性のためのスマートキャリアプログラムっていうところで、まあ、講師をね、させていただいてて、うん、まあ、いわゆる、その、まあ、ね、お子さんが生まれたから、じゃあもう一回キャリアどうしようかとか、はい、なんか大手企業でもずっとね、働いてるんだけど、バリキャリアですよね。なんだけど、うん、ちょっともうちょっとキャリアね、アップしていこうみたいな。うん、MBA とかね、そういったところに行かれるような方が、半年間ね、短期集中の、まあ、ビジネスプログラムということをやって、うん、まあ、まさしくこう自立というかね、なんかそういったテーマ、はい、女性がどんどんどんやっぱり、ね、活躍していくような、まあ、日本に、ね、よりしていくっていうところで、まあ、ここでの、まあ、僕はプレゼンテーションですとか、それでキャリアを考えるっていうところをね、やらせていただいてますね。ああ、そうなんですね。すごい。これはその明治大学の、あのプログラムになるんですね。で、そこで講師を務められるという。はい、そうですね。ですね。ありがとうございます。すごい、もう本当にご活躍の幅がどんどんね、広がっていかれますね。あ、もうありがたいです。もう本当、思いだけなんですよね、僕は。いや、もうでも思いが一番大事じゃないですか、やっぱり。ありがとうございます。もう思いでいろいろ行動して、結果なんかスキルというか、うん、それからこととかお声掛けいただいたりとかしてるっていうだと思いますね。そうですよね。が、全てのやっぱりこう始まりのところに思いからが全てスタートだと思うので、うん、だからね、本当そこの思いを持つっていうことがすごく素敵だなというふうに思います。ありがとうございます。なんかね、うん、ますますのご活躍を期待しておりますが、最後にじゃあ、お顔を大きくしていただいて、はい、はい、じゃあ、下鎌さんのですね、今後の将来の夢だったり目標だったりっていうところをお聞かせ願いますか。はい、ありがとうございます。まあ、僕はもうね、ずっと今日ど真ん中言ってたと思うんですけど、うん、まあ、本当に僕は人はど真ん中に、生きると、もうすでに輝いていると皆さん思いますが、さらに輝くんですね。そして、子が輝いている、本当にこう、もう私はこれがやりたいんだとか、こんな夢があってとか、こういうふうに生きたいんだとか、うん、夢がないけど自分はこういう、ね、生き方をしたいんだっていうふうに、自分が本当にこう自立して、自分を生きるっていうふうな、方々がもう世界中に僕広がっていくっていうこと、これが僕のど真ん中のこう夢ビジョン。うん、なんで今、そういった今のスクールっていうのを実はブランチというかこう展開していって、まあ、世界に広げていって、はい、本当に世界中の人たちが、いや、もう私のど真ん中はこれですみたいなね、うん、もう堂々と言える、誇りを持って、人生に誇りを持って言えるような、そういった、輝きが増すようなね、そういったものを、ビジョンというか、夢として描いてますね。で、そこに向かってずっとやってるという形です。はい、素晴らしいです。ありがとうございます。うん、本当に。すごく素敵だと思います。はい、ね、それで先ほどもちょっとね、ご紹介を軽くしたんですけれども、今日はですね、この下鎌さんから、特別に1時間、本当は8万8000円するところのコンサル、もしくはコーチングですね、を、3名様の方に、無料でプレゼントということでいただいております。ですので、コメント欄の方でですね、コンサル希望ということで、いただければいいかなと思います。一応どういう方がいいかっていうと、コーチングがやりたいことをこれから見つけてみたいなっていう方ですね。あと、それから今ね、これからこう起業したいなっていうビジネスの方でね、なんかちょっとこう考えている方なんかは、すごくいいヒントが受けられるかと思いますので、ぜひぜひお申し込みの方をいただければと思います。多分このアーカイブで見ていただける方とか、あと YouTube で後ほどアップさせていただきますので、明日、日曜日11日の24時までを締め切りにさせていただきたいと思いますので、明日までにコメントいただいた方の中から、3名以上になりましたら抽選となりますので、ぜひコンサル希望ということでお声掛け、コメントいただければと思います。よろしくお願いいたします。個別メッセージも OK なんですかね。何ですか。個別メッセージも OK なんですね。そうですね、もし個別メッセージでつながっている方は、はい、個別でいただいても、そうね、こういう時個別で結構来るんですね。そうですね、個別のメッセージ、もう早速なんかコンサル希望の方、今コメントが入ってまいりましたね。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとコメントがまた
溜まっているのでちょっと読ませていただきます。どこまで行ったかな。米谷さん、今日の英語のコーナーララバイということで、そうですね、今日は子守歌でしたね、パパが鳥さんを飼ってくれるから静かにねんねしようねという、そうです、そういう歌でしたね。はい、で米谷さんがアンコールアンコールと来ております。本当ぜひまたぜひ本当ご出演いただけると私も嬉しいです、はい。それから笠原さんがここにいるような人々は変人ですという変人大好き。変人最高ですよね。もう変人変態大好きなんで。はい。私も変態です。それから米谷さんが、Our future is much better than present ということでね、本当、今よりもね、もっともっと未来は良くなりますよねっていうことで。はい、米谷さん、みきちゃん、今日もありがとうということで、いや、もう皆さん、本当にありがとうございました。たくさんコメントもいただきまして。大塚理香さん、コンサル希望します、ありがとうございます。それから我が妻さんもコンサル希望です。あ、もう2名入りましたね。米谷さん、2020年10月11日日曜日の24時までということで、締め切りを書いていただきました、ありがとうございます。それから古川真美さん、ビジネスプランのコンサル希望でお願いできると嬉しいですということで、もうすでに3名以上になりましたね。それから大塚さん、島田さん、はじめまして、とても素敵な進行でした、ありがとうございました。あら、ありがとうございます、嬉しいです。柴田桃子さん、美希さん、そうちゃん、お疲れ様でした、変態最高大最高ですね、ありがとうございます。はい、いやー、もう本当なんかもう中身の濃い1時間で本当にあっという間だったんですけれども、そうですね、じゃあプレゼントの方はですね、またコメントの方でもうすでに3名なっちゃったので、もうそれ以上になると今度抽選になっちゃいますけれども、そうですね、明日もね流したらそれ、そうですね、はい、ぜひなんかね、もうすごいすごい特別な機会だと思いますので、ぜひですね、はい、お申し込みください。はい、はい、それではですね、次回の予告の方をちょっとだけさせていただきます。また画面を共有させていただきますね。はい、はい、今日もですね、たくさんコメントをくださいました。はい、米谷さんですね、第、12回の FLTV ハピネスチャンネルになります。10月24日土曜日の夕方5時から、テーマが、次は教育になります。で、米谷さんはですね、 Excel で統計学を教える研修講師をされております。もう著書もね、たくさん出されていらっしゃって、中国語の方でも出ている、はい、すごくわかりやすい。私もこの前、今ですね、無料でExcel のそのなんかPDF を配布されているんですけれども、それは私もこの前初めていただきまして、ちょっと実は私こういうの苦手分野なんですけど、すごい分かりやすかったんですよね、統計のこととか。なので次回はですね、ちょっと私も苦手分野ではあるんですが、じっくりお話をお聞きしていきたいと思います。米谷さん、いつもありがとうございます。はい、ということで、次回10月24日になりますので、またよろしくお願いいたします。はい、でまたコメント来てますね。岡田由美香さん、由美パン先生、変態が止まらない、楽しかったです最高ですね最高ですね。多分でも本当そうですね、大体こう人と違うことやろうってしてる時点で多分変態なんだとは思うんですけど、だから僕はビジョンはさっきちょっとね、だいぶ濁してたんですよ。実はもう人類総変態化にプロジェクトなんで、お金で、はい、素晴らしいと思います。変態って今個性がそのまま抑圧せずにそのまま出た状態を変態なんですよ、結局周りから。そうなんですよね、だから無理に何かにこう固めようとか、こう縛ろうとするから、すごくね、ちょっと難しいことがいろいろ起こっちゃってますね、はい、いやー、もう下釜さん、ぜひまた次の機会にもありがとうございます。本当にありがとうございました。今日は本当に濃い濃いお話をいただきまして、はい、ではですね、最後に締めのポーズでいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。画面の向こうの皆さんもよろしかったらぜひ一緒にお願いします私がですね、土曜の5時はということでこうやってやりますので、みんなでって言ったら皆さんで一緒にハートを作ってください。みんなでハッピネースということで、最後は万歳で終わりです。はい、はい、ハッピネースですね。ではいきますよ、皆さんも一緒にお願いします。はい、土曜の5時はみんなでハッピネース
はい、今日もありがとうございました。皆さん、長い時間お付き合いいただきまして、本当にコメントもたくさんありがとうございましでございます。た。はい、それではまた次回ですね。10月24日、失礼いたします。ありがとうございありがます。とうございました。失礼します。